国葬を9月27日に日本武道館で行うことを政府が閣議決定しました。市民ら231人が9日この決定の差し止めを国に求める訴訟を東京地裁に起こし、差し止めの仮処分も申し立てました。植草さんはこの訴訟の呼びかけ人のお一人です。一番大きな問題と考えているのはやはりその手続き上の問題なんですね。日本というのは法治国家、憲法には国民主権ということを定めています。国民が選挙を通じて選んだ代表者、これが国会を構成していて、この国会に最高機関としての地位を与えているわけですけれども、その国会の決定というものを経ない形で、知らない方がいわば勝手にですね、国葬をやるというふうに決めた。国葬を行うための根拠法規がない、根拠法規がない中で内閣が勝手にですね、国葬すると、これが最大の問題というふうに考えています。ニュースオプエドスタートです。